吉田友人は、北海道茅部郡森町出身の元プロ野球選手、右藤左だ。2013年9月6日、小学1年から森クラブ野球少年団で野球を始める。森中時代は、函館東リトルシニアで、投手圏外野手の傍ら、俊足を生かして陸上部も掛け持ちしていた。北小高等学校には、当初投手として入学したが、 打者としての体制を目指し野手に専念。一年秋からレギュラーの座を獲得すると、二年春、三年春、夏と三度にわたって、甲子園球場での全国大会出場を経験した。全国大会では、通算5試合で16打数8安打を記録。首相を務めた三年時には、夏の選手権大会後に開かれた第26回トリプル a 世界野球選手権大会に、 日本代表のメンバーとして出場。一番、右翼手して9試合に起用されると、通算12安打、通算打率、364という成績で、チームのワールドカップ準優勝に貢献した。2013年の NPB ドラフト会議で、オリックスバファローズから5巡目で指名。契約金3500万円、年俸500万円という条件で入団した。 背番号は53。2014年には、春季キャンプ前の新人合同自主トレーニングで、視察に訪れていた一軍監督、森脇浩二から総力を高く評価され、春季キャンプの途中から一軍に抜擢されたが、一軍公式戦への出場機会はなかった。ウエスタンリーグ公式戦には71試合に出場。本塁打を放てなかったものの、打率236。 11打点、4盗塁を記録した。2015年には、ウエスタンリーグ公式戦71試合に出場。打率、打点、本類打数は前年と変わらず、2年連続で1、軍将確保を逃した。周期キャンプでは、1軍の打撃コーチへ就任したばかりの高橋、吉彦による指導で、従来に比べて、バットを拳一つ、分以上短く持つ打撃フォームに改造した。 2016年には入団後初めて春季キャンプを1軍でスタート。同期入団の吉田一章に加えて吉田亮と吉田正直が新たに入団したチーム状況の下で吉田製の選手から唯一抜擢された。レギュラー遊撃手の足立良一が春季1軍キャンプの直前に海洋性大腸炎で入院したため、1軍キャンプでもっぱら遊撃手の守備の練習に取り組んだ。 吉田自身は外野手登録のまま、ウエスタンリーグ公式戦出場では、チーム最多の99試合に出場し、17試合で遊撃、23試合で2塁、5試合で3塁の守備に着いたが、1軍ではあだがシーズンを通して遊撃手として出場していたため、1軍で遊撃手での出場はなかった。同年は、チームの支配下登録野手で、唯一、 一軍に昇格できなかった。2017年には入団後初めてレギュラーシーズンの開幕を一軍で迎え、同年は再び外野の守備に専念した。4月1日には東北楽天ゴールデンイーグルスとの開幕カード第2009回裏に小屋の H のダイソーで一軍公式戦にデビュー。4月28日の福岡ソフトバンクホークス戦7回裏に 代打で一軍初打席を経験し、5月5日の北海道日本ハームファイターズ戦では、2番右翼手として一軍公式戦で初めてスタメンに起用された。10月7日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦では、4回裏に代打起用されると、そのまま右翼の守備についた。しかし、9回表1死2塁から安倍俊人は放った、五郎孝一。 右翼フェンス方向へ打球が転がる間に、二塁、走者ばかりか安倍の本類生還まで許した。さらに、一シ点二塁から足立雄一が放ったゴロを、ファンブルし、一点を献上した。一イニングに失策を喫し、九回裏の打席では、代打の若月健也と交代した。チームもに安田で0から7と大敗し、一軍監督の福良淳一は、試合後に、友人の失策は、 完璧に初歩的なミスなので許されない。こんな試合を見せたのは最低で申し訳ないとの苦言を呈した。一軍公式戦には通算で11試合に出場。8打席に立ったが一軍公式戦での初安打には至らなかった。75試合に出場したウエスタンリーグ公式戦でも打率183と精細を書いた。二千十八年には 8月1日の大楽天戦、延長11回裏に、ダイソーで起用されると、二塁への投塁成功によって、一軍公式戦初投塁をマーク。翌2日の同カードでは、5回裏の第2打席に、一軍公式戦での初安打を、見ま学ぶから記録した。しかし、一軍公式戦の出場はわずか3試合で、10月4日に、球団から戦力外通告を受けた。 12月2日付で自由契約選手として NPB から講じ、走行手バランスよく打撃での高いバットコントロールと持ち前の脚力を活かした走塁、守備が持ち味。ありがとうございます。